アロエ、アロエは、ツルボラン赤ア,アロエ属の植物の総称。多年草または、低木及び高木となる多肉植物で、現在までに500種以上が知られている。南アフリカ共和国からアラビア半島まで広く分布するが、とりわけ、アフリカ大陸南部及びマダガスカル島に集中し分布する。属名は、古代アラビア語のアラ、苦みのあるの意に由来し、 歯に苦い汁があることににちなむ。アラビア語でアロエをロエと発音したので、中国では漢字で音写したアシカイトし、日本で音読みしてロカイとも称した。琉球方言ではこの漢字の中国風の発音、ド、ウッグアイと称する。エジプトやギリシャなどで起源前から利用が確認され、日本には鎌倉時代に伝来したとされ、現在は木立アロエが九州。 瀬戸内海、伊豆半島、房総半島などの海岸に移出式化、野生化している。流通しているものとしては、木立アロエの他に、アロエベラが多く、その他、アロエサポナリア、アロエ、フヤジョウなど多くの品種が、食用のほか干賞用として栽培される。アロエ属のトガは、分類体系によって変遷しており、APG 体系の第3版では、ススキの木科とされている。 過去には、ユリカ、アロエカ、ツルボランカとされたことがあった。種により、草本から、低木、高木となる、多肉植物で、茎がある種とない種がある。茎は、目立った茎を持たないものから高く伸びるもの、滅多に分子しないものから多数に分子するものま、多様である。葉は、肉厚で、先がとがあり、葉園には、ノコギリ葉、または、トゲがあり、葉の付き方は、 ロゼット状であることが多い。しばしば、線状であったり肉厚が薄いものも存在し、CAM 型光合成を行う。朱色ないし、黄色の花が咲き、可比は、環状で、可比片は六弁あり基部で合着するか理性する。紫髄一つに対して有髄は六つある。過剰は、脇性また調性の相乗過剰、または、円水過剰であり、過形は、 数センチメートルから一メートルに伸びる。花粉は主に太陽鳥化の鳥が媒介する。高木状に成長する種では、幹の皮層の内側に、イカンタバ形成層が生じ、被害成長を行う。日当たりを好み、鉢植えは春から秋にかけて、古外で栽培され、冬場は室内の明るい場所で管理されている。高想する地域では温室栽培で、団地では露地栽培もされ、 高さは2メートルにもなる。寒さに弱く乾燥には強い性質で栽培適温範囲は気温15から25度の範囲とされるが水を立つことにより5度以下の低温でも耐えることもできる繁殖は刺し木により行われ5月から9月にかけて葉を切り落として1週間ほど陰干しして茎の切り口乾かした後砂地に刺すと発根する アフリカ大陸の南アフリカを中心に、ソマリア、エチオピア、エリトリアから地中海沿岸、マダガスカル島、アラビア半島、カナリア諸島、マスカリーン諸島、ソコトラ島などにが分布する。アロイ族の最大品種はで高さ18メートルにもなり、家計は三冊に分岐、ピンクの花をつける。逆に、最小のものはで最大でも数センチメートルにしかならない。 詳細はお参照。ここでは代表的な品種を挙げる。アローアルボレッセンスは観賞用、食用として栽培され、家庭で多く植えられているアロエで、木立露界とも呼ばれている。南アフリカ原産。木立の名の通り径が伸びて立ち上がって木質化し、成長に連れ枝は多数に分かれ、高さは1メートル以上になる。葉は、海緑色の多肉質で、縁には、 角質三角形のトゲが列をなして生え、葉の基部は広がって茎を抱く。団地では、戸外でも育ち、夏に溶液から果剰を出して、冬に赤大色の筒状花が垂れてつく。葉の外皮は苦味が強いが、葉内部のゼリー質はアロエベラと変わらず苦味はない。ワシントン条約によって、輸出入は制限されている。栽培では、耐寒性がないことから、 冬場は、乾水を控えて、室内の暖かい場所か暖房室に置かれる。株分けは容易で、鉢植えでは、根回りが早く、根腐れを起こしやすいことから、毎年植え替えられる。アロエベラは主に食用として栽培され、葉の外皮を剥いた、葉肉、海面上組織と削上組織の部分が使用されている。ほぼ全種が、ワシントン条約で保護されるアロエ属にあって、 唯一栽培種として例外措置されている。花は黄色で、葉は長く株の中心部の葉が成長し、外側の葉は成長に伴い枯死する。寒さには弱い。食用ではヨーグルトに入れるほか、日本では刺身などにされる。多肉植物として栽培されることがあり、その葉が主に干渉され、楽しまれている。木立アロエなどが薬用に利用されている。 薬用効果を期待して、アロエ種、アロエジュースなどの加工食品や、アロエ入り化粧品もある。アロエは、アラビア語のアレックに由来し、古代オリエント、古代ギリシア、古代ローマではすでに薬用として栽培されていた。東アジアには壮大に、アロエの乾燥した塊が伝えられて、貝田から盆に、ヤツカイ、アシカイの名で現れ、秋夜の、 本草項目にも皮膚病の薬として載せられているが、植物自体は伝えられていなかったようで、アロエそのものは、紅葉樹であると誤解されてたらしい。日本では、江戸時代に、アシカイと漢字書きとしたが、現在では、俗名でもある、アロエと一般に称している。日本への輸入時期は不明だが、遅くとも、江戸時代には、薬草として知られていた。日本薬局方に、 起源植物として収載されているアロエ、アシカイは、同族のアロエフェロックス、エーフェロックス、アオアニアシカイ、モウシアシカイ、ケープアロエとも言う、および、これとアロエアフリカーナ、エーアフレコナ、またはアロエスピカータ、エースプコタとの雑誌と定められている。これらの葉の汁を、濃縮乾燥させたものが、日本薬局法で言う、アロエである。なお、キダチアロエケープアロエ以外の観葉植物として、 出回っているほとんどのアロエには、薬効となる成分は含まれていないので、誤った使用をすべきではない。フィリピンでは頭皮に塗りつけることにより、毛が生えると言い伝えがある。木立アロエは、民間では俗に、医者いらずと言われてきたものであり、外用では火傷、切り傷、虫刺されに、また内用では、胃腸痛、便秘など多くの効能があるとされる。商用には、アロイン、 アンスロン配当体やアロエモジンなどを含む、羊肉や葉の液中の内服でアロイン少量の働きで、権威効果があるとされ、少し多く用いると大腸を刺激して働きを盛んに、し、また含有するバルバロインの下剤効果により便秘に効果がある。ただし、アロエモジンにも肝下作用があるが子宮を収縮する作用も働くため、妊婦が連用することは、好ましくない。 また体質によっては異炎を起こす場合があることや、継続摂取による大腸の色素沈着を起こすことがあることなども報告されている。また、症用を切ったところから出る粘液を、外用として、傷ややけどなど、皮膚の患部に塗布して用いられる場合もある。ドイツの薬用植物の、評価委員会コミッション E によれば、ゲル状物質、葉の中央にある柔ら組織に存在する粘性の、 物質の概要は、痛みややけどの回復に対して有効性が示唆、されている。ただし、逆に悪化させた例も報告されており、使用には一定の注意が必要である。専門機関の研究によれば、子宮収縮作用があるため、妊娠中の使用は避けるべきとされる。また、長期間の多量摂取や12歳以下の小児の摂取、妊娠中、授乳中や月経時及び、 蝶の病気の場合、接種には注意が必要である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。